惑星終わらせる。こちらだ。止めろ。はい、これで全部だろうな。で、どうするよ。売ったりなんだり結構時間かかるぜ。そうだ、七番街の復興に役立てるならマーレさんに預けようよ。できるぜ。こっちだ。ワイヤーガンだ。打ち出したワイヤーを引っ掛けて上昇することができる。あの壁を越えれば七番街だ。ワイヤーがあれば壁も瓦礫の山も登っていけるはずだ。あくまでも上昇用だ。一度上がると戻れないと思っておいた方がいい。上に行く前にやりたいことは済ませておくんだな。ありがとう。俺たちもな、人を探しに行くんだ。そうか。会えるといいな。あんたもな。行くか。うん。少ないな。おや、あんたたち。スラムエンジェルからだ。七番街のために使って、だって。スラムエンジェルって、あのスラムエンジェルかい。あんたたち会ったのかい。いや、人捨てに受け取った。へえ、スラムエンジェルがね、ありがたいね。うん、大事に使わせてもらうよ。そうだ、これあげるよ。あんたたち使うだろう。どうだい、少しは片付いただろう。
いつまでも落ち込んでるわけにはいかないからね。お前がよ。私見たんだよ。神羅兵がコルネオさんの館に入って行ったんだよ。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。クラウドさん、新たなバトルレポートを発行しました。これが最後のレポートとなります。最後までよろしくお願いします。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。では、携帯バトルシミュレーターを装着してください。Come on!
明しよう。待ってました。頑張るね。ここからだ。頼られちゃう。私に任せて。引き受けた。おう、任せとけ。いや。激しい戦いでした。召喚獣の頂点ともいえる存在とのエネルギーのぶつかり合いに圧倒されました。クラウドさんを限界の先へ誘うバハムートと協力して神羅を消滅させてください。ついに、ついに全てのバトルレポートのデータ提出を成し遂げられましたね。計算ではコンプリートの可能性は極めて低く、これほど短期間での達成は想定外でした。お前との契約も終わりだな。バトルレポートについてはコンプリートしましたが、クラウドさんの研究はこれからが本番です。神羅を倒すためにもさらなるご協力をお願いしますね。今後も遠慮なくお越しください。僕はいつもクラウドさんのデータを検索してモニタリングしていますから。あれ、神羅兵どこ行った？思ったよりも生き残ってきた。
何から手をつけるかな。さてと、これから忙しくなるな。どこ行った？何なりと申し付けください。今後も遠慮なくお越しください。地下下水道に隠し部屋をいくつも持ってるって噂があるね。そういえばエアリスの姿が見えないね。あの子は心配ない。決めちゃおう。この消えろ。じらす。負けるわけがねえ。バレットってば。